皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はワンピース海賊無双4のファミ通紹介をしていきたいと思います。空中アクションで敵を蹴散らし、新しい一騎当選の風を感じましょう。キャラクターの攻撃がヒットするとフィールド内にある建物や一部のオブジェクトが破壊できるようになりました。行く手を阻む無数の敵を建物に叩きつけて進むなど、ワンピースらしいダイナミックな戦闘が再現されて、これまでにないリアルな戦場を体験できます。ではギアフォース、バウンドマン、ゴムゴムの実の能力者であるルフィが武装色の覇気によって体を硬質化させて、強靭なゴムの弾力を生かして跳躍や飛行による攻撃を行います。新要素、空中アクション。地上から空中、空中から地上へつなぐコンボフローが用意されて、より立体的なアクションが可能になりました。空中アクションの登場によって、これまで味わえなかった調動感と新しい爽快感が体感できるようになりました。過去作にも登場したキャラクターのアクションやコンボも改良されていて、コンボをつなげる楽しみが増しました。地上と空中を駆け回ってド派手にコンボを決めます。サンジはスカイウォーク状態になると、対空しながらディアブルジャンプ、クロスストライクやコンカッセといった技が使用可能になります。そしてボス、ビッグマムなどの一部の敵キャラクターが巨大ボスとして登場します。圧倒的な巨体から放たれる攻撃は威力、範囲ともに桁違いで、通常の敵では味わえないスリリングな戦闘が楽しめます。巨大ボスの攻撃には予兆が用意されているので、この予兆を見ながら攻撃をかわして反撃に転じます。また巨大ボスは体力が減るときにさらなる強力な攻撃を仕掛けてくるので、倒すまで油断はできません。4校ビッグマムが立ちはだかります。ドラマティックログではホールケーキアイランド編が収録されています。ゲームを遊びながら原作ストーリーを追体験できるモード、ドラマティックログ。このモードでは多彩なエピソードに加えて、4校ビッグマムやジェルマ W6 のが登場する人気エピソードのホールケーキアイランド編を収録しています。ルフィとサンジの悲しい決闘やサンジとプリンの結婚式など、様々な名シーンの連続にファンはグッとくるはずです。このシーン本当は感動しましたからね。ビッグマムは4校の中では一応最弱なんですかね。正直言ってカイドウやビッグマム決して弱くはないんですけどね、どうしても黒ひげとかシャンクスには見劣ってしまうんですよね。今カイドウ編、ワノ国編でカイドウと戦おうとしているルフィがなんて言いますか、シャンクスと手を組むという状態にはなってませんからね。やっぱりシャンクスの方が強いんですかね。というわけで今回はこの辺でワンピース海賊無双4のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。